カモスミレ、1940年8月19日隊は、元宝塚歌劇団女優、プロボーラーである。宝塚入団時の成績は57人中45位。宝塚入団時の芸名は、カモミドリ。姉、カモサクラともども、宝塚歌劇のファンだった実母の影響で、桜から遅れて3年後の1959年に、 宝塚歌劇団45期生に入団するが、歌劇団のプリマドンナとして、スター街道を走った桜とは、対照的に、その他体制の役が多かったという。通常、宝塚歌劇団に、姉妹で入団した場合は、同じ組に入ることを嫌うことが多い中、スミレイは、桜と同じ雪組への入団を希望し、東京宝塚劇場での公演の時は姉妹揃って、 寮に同居していたという。しかし、姉より3年早い1968年7月30日に、宝塚歌劇団を退団し、趣味でボーリングを始める。1969年、全日本ボーリング選手権大会女子個人総合の部に優勝し、プロボーリングの世界に転向した。その後もプロボーラーとして活動するが、1997年、桜。 すみれの実母が大腸がんのため入院、介護に当たるため、実母のいる天ヶ崎市の実家に戻り、10年以上にわたる介護生活を続け、実母は2007年に94歳で亡くなった。現在は同市内塚口にあるスナックを経営、桜もたびたびスナックの店の手伝いをしているという、ありがとうございます。